明るい社会づくりに貢献した人たちに贈られる中日社会功労賞の授賞式が今年も中日新聞本社で行われ、この宮下さんは静岡市の子ども会育ての親として晴れの受賞に輝きました。鉄路一筋宮下さんは国鉄30年のベテラン機関士。宮下さんが子どもたちと心の触れ合ったのは20年前の混乱時、ねぐらを求め駅の待合室で途方に暮れる孤児の姿が脳裏に焼き付いたのです。そして始まった献身的な運動は童話や人形劇を通して子どもたちの夢を膨らませてきたのです。以来勤務の寸暇を割いては子ども会の育成に打ち込んできました。この努力が実って地元の子ども会は連合会を組織するまでに発展、今ではその数も3万人。宮下さんが一番楽しいひとときはハゲのおじさんと呼ばれて遊び回るときです。その楽しいひとときも宮下さんにとってはつかの間、夜の勤めに出なければならないのです。夜行列車の運転は極度の緊張を要します。目的地まで着けばとんぼ返りという激務がまた続くのです。午前5時、やっと緊張から解放されました。家に帰ると宮下さんは疲れを忘れ、何よりも先に子どもたちのために人形作りに取り掛かります。もうここは童話の世界なのです。愛情を込めて仕上げた人形を手に自作自演の芝居を子どもたちに見せるのです。無心に笑う子どもたちに強い生きがいを覚える宮下さん。ともすれば歪んだ世相の中で押しひしがれがちな子どもたちにとって宮下さんは本当にいいおじさんと言えましょう。